おじさまの夢は、ヒョードル・ドストエフスキーの中編小説で、1859年、ロシアの言葉3月号に発表された。シベリア流刑後に、ドストエフスキーの名前で発表されたものとしては、最初の作品となる。彼が、ロシア内地へ帰ることを許される5ヶ月前であった。この作品も、ステパンチコボ村とその住人と並んで、ユーモア小説の系列に属するものである。 1859年5月9日付の兄、ミハイル宛の手紙でドストエフスキーは、スティパンチコボ村とその住人の執筆を一時、中断して、おじ様の夢を駆け上げたと述べている。この作品は、モルダーソフ年代記よりという副題が付けられ、1から15章で構成されている。シベリア流刑後に発表された作品としては、1849年に彼が、 ペテルブルクのペトロパブロフスク要塞監獄で書き上げ、1857年8月、祖国雑誌に発表された小さな英雄が最初のものであるが、これはペンネームによる発表であった。したがって、ドストエフスキーの署名で発表されたものとしてはこの作品が最初のものとなる。彼はこれより先に、ロシア法治史へ向けて長編。 ステパンチコボ村とその住人を書き始めていたが、できるだけ早く金に変えようと、ロシアの言葉詞へ向けた、この作品を先に完成させたようだ。原稿を送るに際して、兄ミハイルに、一番肝心なのは、僕の中編が届き次第、できるだけ早くその金をこちらに送る必要があるということです、としきりに送金を迫っている。というのも、 ドストエフスキーは1857年2月にマーリア・ドミートリエブナと最初の結婚をしていて、そのための借金の返済に加えて、ロシア本土への帰還に備え、何としてもその費用を捻出する必要があると考えていたからである。この作品は、オムスク監獄出獄後に、兵役義務を課された返境の都市セミパラチンスク在住時に書かれた。作品の舞台となったのもそうした。 地方都市の社交界である。そこでは、恐ろしく明け透けな貴婦人たちが、これまた恐ろしくポンコツな公爵を相手に欲にまみれた、作望を繰り広げるという一種のドタバタ喜劇である。作品に対する当時の評価は、あまりかんばしいものではなかった。検閲の目をひどく、気にしながら書き上げたのでした、と述解している。結局、 ドストエフスキーはこの作品を舞台に載せたいと許可を求めてきたにその学生に上演なさるおつもりなら上演なさって結構だが小生の名前は出さないでいただきたいと断りを入れているところからも失敗作と考えていたようである。マーリア・アレクサンドロブナ・モスカ両場はモルダーソフ氏の第一の寄婦人であることは誰も認めるところである。それは彼女が誰よりも 情報通であったことと、抜きんでた、政治力を持っていたからである。彼女は、夫が退職したのを機に夫を郊外に遠ざけ、今は、ジナイダアハナ・アシー・エブナという絶世の美人で23歳になる一人娘と市内に暮らしていた。娘は、2年ほど前に小学校教師の青年と恋愛関係に落ち、彼女が書いたという恋文が人から人に渡ったという、 噂が、まことしやかに流されるという事件が起こったが、母親の周りやアレクサンドロブナはそれ馬もなく、跡方もなくもみ消した。そこで、彼女はそろそろ娘を適当な相手と結婚させなければと考えていたところ、若いスマートな貴族青年である、パーベル・アレクサンドロビッチ・モズグラコフという求婚者が現れたのである。しかし、それから5ヶ月も経つのに、 娘との結婚話はなかなか進まず、母親がやきもきしているところに、傾向灼がモルダーソフにやってきて、マーリア・アレクサンドロブナの家に寄ることになったのである。傾向灼は、大地主の名門貴族であり、かつては、町でもその名を轟かせたことがあるが、一時は、親戚の者たちから、狂人扱いされ、今や、ある中年女に監視されながら、自分の領地で、 ヨステ人のように暮らしていたのだが、たまたまその監視女が屋敷を留守にしたため、その留守を見計らって、屋敷を抜け出したのであった。そして知り合いの司祭を訪ねる途中に、馬車の事故に遭い、そこに、公爵の遠い親戚だというモズグリャコフがたまたま、出くわして、おじさまを助け出し、とりあえず周りやアレクサンドロブナの家に連れてきたので、ある。そして、 マリア・アレクサンドロブナは軽公爵の訪問が大きなチャンス到来だとひらめいたのだ。彼女はうなつの上がらないモズグラコフよりも公爵の方がはるかに娘の結婚には有利だという判断が働いたのである。ジーナの魅力で公爵をたぶらかすのはいとも簡単に思えた。しかし母親は娘がまだあの青年のことを忘れられないでいることを知っていた。 娘がそんな話に簡単に乗るとは思えなかったが、あの公爵なら一二年も経たずに亡くなるから、その後では、あなたが誰と再婚しようとあなたの自由なのだ、という母親の誘いにまんまと乗せられて、結局彼女は母親の提案に従うことにしたのである。うまい具合に、モズグラコフが出かけてくれたので、母親と娘が自宅のサロンで公爵に熱い接待を繰り広げると、公爵は、 ジーナの美貌に心奪われ、その歌声に我を忘れ、お嬢さんを愛している。この場ですぐにでも式をあげたいと言い出したのだ。しかし、モズグリャコフは実はその様子を隣の物置部屋の鍵穴から見ていた。出てきたモズグリャコフはジーナを非難するが、ジーナは平然と突っぱねた。母親はそれを見て、モズグリャコフをうまく丸め込むことに成功する。つまり、 公爵が亡くなった後で、ジーナが再婚する相手としてはあなたしかいない、というわけだ。モズグラコフも、母親の言葉にすがるしかないので、一旦は引き下がったが、しかし、彼はその後冷静になって考えた結果、あの母親の言うことは信用できないと思い直し、そこで一計を案じたのである。二階で休んでいる公爵の部屋にそっと忍び込み、娘に、 結婚の申し込みをしたと浮かれ気分でいる公爵に、彼は、おじさんまた夢を見たんですね。そんなの夢に決まっています。結婚なんて言い出したら、また親戚の者たちに、精神病院に入れられてしまいますから、どんなことがあっても夢を見たことにしないとダメですよと言い、公爵もそれを聞いて、かつての悪夢を思い出し、夢を見たことにしようと心に決めるのである。そして、 公爵来訪の噂話を聞いて集まってきた、社交界の婦人連を前に、マーリア・アレクサンドロブナは、公爵が先ほど娘に結婚の申し込みをしたと発表するのだが、公爵はどうやらあれは夢だったようだと言い出し、マーリア・アレクサンドロブナと激しい押し問答になる。周りの婦人連もいささか呆れ顔になったその時、ジーナが突然公爵に向かって、実は、 私たちはあなたを騙したのです。公爵というくらいに目がくらんで、あなたをたぶらかそうとしたのです、と言ったのだ。その正直な捨て身の告白は公爵を感動させたばかりでなく、モズグラコフをも動かしてしまった。モズグラコフは、実は公爵に夢の話を吹き込んだのは自分である、と告白したのである。公爵は頭が混乱して、 それではもう一度さっきのサロンでの出来事を順を追って思い出してみようとあれこれ思い出しているうちにそこに来ている婦人連の話も飛び出しその話に婦人連の一人がマーリア,アレクサンドロブナに怒り出しそれについて公爵が言った一言から今度は公爵にも婦人連の怒りの矛先が向けられその場は修羅場と化したのであるはモズグラコフに連れられ なんとかその場を逃げ出した。この一件により、マーリア・アレクサンドロブナの名は地に落ちたが、さらに追い打ちをかける出来事が起こる。ジーナが、翌日なんと、あの噂の青年の帰得の知らせを受けて、青年の元に駆けつけたのである。一年半ぶりに二人は再会を果たすが、その二日後に青年は亡くなった。一方、公爵も宿屋へみを落ち着けるとその夜のうちに、 発病して企徳に陥り、それから三日目に亡くなった。モルダーソフの人たちは、哀れな公爵を死にたらしめた、マーリア・アレクサンドロブナ家の者たちを激しく非難した。公爵の葬式を出したのは、たまたまそこを訪れた公爵の本当の老いにあたる人物で、自称追いのモズグラコフは姿をくらましてしまった。マーリア・アレクサンドロブナ一家もほどなくモルダーソフを離れ、 一家の郊外と市内の領地は売りに出された。それから3年の月日が経ち、モズグラコフは、ある学術探検隊に志願して、辺境の地の学術調査に加わることになった。遥か遠隔の地で探検隊の一行は、そこの総督の家の舞踏会に招待された。なんと驚いたことに若い美人の総督夫人は、あのジーナだったのだ。しかし、彼女は、 モズグラコフに全く気づかないようであった。母親の周りやアレクサンドロブナも健在だった。参加者の話では、総督夫人はメイカドでの礼状で、また母親は最上流クラスの出の方だと評判らしい。モズグラコフはなんだかやりきれない気持ちで、そこを後にしたが、翌日仕事で郊外に出ると、すっかり気持ちも持ち直していた。りありがとうございます。